今度は、ワンダーレックスですね。小賀なのかな、やっぱり。うん、着きました。ワンダーレックスも少なかったですけどね。そうそう。意外にアーケードがあったりとかね。あの、土浦のワンダーレックスね、河内になっちゃったからね。あ、河内になっちゃったんだ。そうそう、今河内薬品になっちゃった。商店にもなったりして、いろいろ変わったりしてるよね。ね、ここもね、やっぱ2階建てになってますね。2階建てになってます。うん。2階が。ゴルフとか、紳士服ね。ここはなんかいいのあるかな。ファミリー四駆のレッサーキッド。ソリマスとかしか、わか。一人でね、着くお宝系のお店。あの、あれかな。なんか薄、うん、薄い感じのね。薄。なんか薄いドクロみたいな。なんだか。そう、ドクロみたいなやつ。あれだあれ。あれね、トラックで前走った時気になったんですよ。ほら、買います、買います。もう長年あるようなお店ね。あれ、目的地は左側です。お疲れ様でした。知ってんだ。知ってる知ってる。来たことある。あ、ここ来たことあるよ。ここあるんだ。大昔だよ。うん、懐かしい。懐かしい。もう来たわ。もう味があるよね。味が、味ある。ここもう大昔来たよ。そういえばすごい。いや、見てくださいよ。すごい化石。化石だよ、もう化石。いや、あの、塗りつぶしてんだか潰してるんだかも分かんないみたいな、ね、そうそうそう。あの、前のが出てきちゃってるみたいなね。これなんでもうね、そうそうそう、あの、もう剥がれちゃったんでしょうね、これね。あ、そう、剥がれちゃったんだよ、長年の。うん、俺ここは初めてなんだよね。ここにもサンタさんがいますよ、リョウさん。動かないバージョンの。これは景品。あ、トレカだ。カードね。行くの早いな、あの人。もうあっちの方歩いてるわ。ない？こちらはエロコーナーなんで。ああ。嫌なになっちゃうからね。撮影できないやつね。撮影できないと思う。ゲームないの？フィギュアじゃないし。レトロゲームなし？嘘。いや、マジで？こんなに長年やってる感じがあるのに？フィギュアだけ？だけだね。結構期待したんだけどね。ね、なんかね。うん。まさかこんなにないとは。歴史があるような感じするのに。青空市。あ、あんじゃん。ファミコンジャンク。あ、あるよ。580円。あるよ。本当はファミスト。レトロゲームあんじゃん。あ、マリオ3もあるよ。マリオメーカーよ。ほら、マリオ3もあります。ほら、ファミコンジャンプありますかって、ファミコンジャンプ。これもあるよ。ベースボールもあるよ。あ、ほんと、ベースボールもあんじゃん。あんじゃないの、なんか探してみよう。これ、量産すごくないですか、これ。なんか昔 の、 あの ガラケーのアンテナ。しかも値段1円。桁数少ないこれ電話じゃないですか。あ、そうですね。ピッチとかね。水飲んでたの。俺も喉乾いたな。うん。あ、何これ安っ。50円。30円。激安。何これ。何これ。コーラだと80円だよ。本当だ。こんなでかくて80円。しかもなんか、わけわかんないけど、80円でこっち100円っていうね。違うのこれ。わかんない。いや、同じ。じゃあ、マーボさんがこれ買って、りょうさんこっち買って、マーボさん100円買って。なんでよ。そうなんじゃん。これ、ローさんさ、これ、あの、声やってよ、400円。何これ、何やってるの。なんかちょっといいんじゃない、こういう。あれ、これ古装したね、マボさん。これどれ。あ、だ、なんかレバーが、レバーがこれ本当だ。横見てほら、コスモスだ。本当コスモスだ。もったいねー。あー、すごい貴重なね、ジャンキーね。これさ、だってさ、削ってさ、ね、もう一回色塗り直したら綺麗になっちゃう。欲しいな、このジャンキー。もったいないね。今はね、茨城県の下妻まで来ました。久しぶりの下妻。あれ、あれ、しみ、あら、あのプラモデル行くの。あのオレンジ色が塚田玩具店ですね。あ、そこそこそこ。俺がマーボさんに行こう行きたいって言ったやつか。知ってます、ここ見ました。下妻じゃなくて下妻。下妻の、俺行ったの塚田玩具店。目的地は左側です。お疲れ様でした。やってないわ。やってない。ああ。っていうか、あれ、なんか潰れたかな。がありますね。
ね、こちら来ました。倉持玩具さん。家具とおもちゃと人形ね。うん、そう、あの昔のおもちゃ屋さんって七五三の。あの下地のあれ似てるね。そう。人形とか、ね、こういう羽子板とかが売ってるんですよ。人形とかね。うん、やばいんですよ。これも作ったオリジナルこれ。うん、やばいっしょ。やばい。あ、これ。これあ、びっくりマンある。あ、パックマン。これのこのデザインの酔っ払いのやつと。いや、欲しいな。あ、俺じゃあこれか。ポカポカ。あ、これ2000円。チェックこれ。中華パイパンがある。これ持ってる。あ、三軒茶屋のババアがいますよ。三軒茶屋のババアね。うん、柴田理恵ね。そうそう。うん、これ面白いね。これもチェッカーズもある。チェッカーズもある。うん、すごい。すごい。いや、これちょっとお金がなくなっちゃうな。これ、りょうさんお金なくなっちゃうの？ダイヤカタログ。あ、昔のやつだ。ダイヤって昔のあれだよね。うん。ダイヤブロックのダイヤ。これすげえ。これや。あ、これ買おう、これ。1万100円だって。1万100円、うん、これ。東映の塗り絵コンクール。やばい、これ。まもない。いいね。うん。まごさん、これさっきのクリーナーセット。あ、ほんとだ。売ってる。新品で。あ、電子ゲーム売ってんじゃん。ドラキュラ。ドラキュラ。うん。これが、あ、網だ。うん。でも箱がない。箱がないタイプの。ローさん、こっち、ありますよ、こっち。どれ？ちょっと待って。もう、ちょっと。あ、ほら。ファミコンソフト。興奮が止まりませんね。うん。いや。さっきの92秒。タイムマシンだ。うん。完璧に。いやすごい。ここね、俺、前一回一人で来たんですけど、うん、かぼちゃワインのね、やつ売ってるかな、まだ。地下っていうのもすごい。そう、ほら。これね、ちょっとね、見るとこいっぱいあるんですよ。どこだっけな、もう売れちゃったかな、なくなっちゃったかな。ファミコンの、ね、ファミコンあって、ソフトがあって、バーチャルボーイもあるよ。バーチャルボーイどれ？これ。あ、テーラーボクサーもあって、あっちのセガマイカードあるの。あ、ほんとだ。ロックンボルト。グレートテニスと、で、メガドラ。すげえ。これがスーパーファミコン。ジーコサッカーありますよ。うん、ジーコサッカー俺持ってないんだよね。あの、調教師じゃないバージョンのジーコサッカー。そうそうそう。まあ普通のジーコサッカーなんですけど。で、下にほら。ありますね。ありますね。スーパーファミコン。レンダリングレンジャーありますね。なんて言っちゃったらやばいですからね。うん。うん、すごいっすね。ゲームギアもあります。ディスクシステム。うんうん、あ、あんじゃん。あれ、あの、は、りょうさんが好きなマリン組。じゃなくて、ハード組だ。うん。ハード組のディスクシステム。なるほど。あと、大工のゲーム、ね。ゲームボーイね。ゲームボーイ。いやすごい。すごい、新品ですよ。新品ですね。うん、ね、俺が言ったことは当たるでしょ、うん、で、こっちは危ない。いや、これいいな、これ、ま、これ。要さん、メールボックス、ママシャワーだってよ、これ。これ、なんか動くんでしょうね。これ、シャワー、いや、水入れて、水が出てくるんじゃない、あ、シャワーデザインがいくないこれ。要、うん、さん、これ買った方がいいよ。メールボックス。そうなんですけど、こっちの。うん、あ、ミポリンのね、風邪薬。あ、これね。そうそう、パネル。これも行くしかないじゃないですか。うん、ピンクレディですよ、だって。そう。ピンクレディとか。これ見て、このセレブ感見て、これ。昭、う、和、んね。これとかやばくない、うん、買っちゃおうよ。うわー、まさかこっち、やばいよ。そう、すごいでしょ。何これ、博物館、うん。いやー。あ、これ。うたこちゃん。やばくないですか、うたこちゃん知らない。これピンクレディの俺、このカセットの方がすごいわ。これ懐かしい。いや、ピンクレディ。ピンクレディのケースは結構。これ、お金いくらあっても足りないですね。うん。うん、ただ、この箱付きでちゃんとあるからね、上で。ね、ここで。本当だ。これなすごい。これポップコーンとかね。やっぱ昔はこういうの。あ、かき氷機、ね。かき氷機。うん、かき氷機なんですか。そう、いろんな。かわいいよね、かき氷機。いやー、これもいいね。かもめちゃんとか。デザインがやっぱいいね。いいですよね。うん、いや、きょうちゃんしか知らないから。あ、この辺もなんか。りょうさん、あれあるよ、ほら。まだこっちもほら、ゲーム。ゲームのグッズ。ダイナミックマイクとか。俺、これの、ニンテンドーのやつ集めてるの。ないんだよ、ニンテンドーね。これ鉛筆とかね。うん、下が下が。スパイと。うん。とか。キャプテン翼デラックスカード。あ、あれは駄菓子のやつですね。駄菓子のやつ。うん。あ、あれ、テレビパニック、あれ。あれ何シャリ、ん？あれなんだろうね。黒いの。鉄人28号のテレビクルクル、あれじゃないの？あ、テレビクルクル。テレビクルクル。とか、あの、あれとかね、うん、ポーカーです。ポーカーの、あれ、LSI ゲームですね。うん。うん、ありますね。ありますね。コロコロスタンプとか、これいいね、ドラえもん。いやー、こっちもマボさん見てください。ここら辺も。もう、キリがないでしょ？ちょっとキリがないっすね。うん。正直女子系のね。この、いまだにピンクレディっすよ。これ。ピンクレディ引っ張るからね。ユーモですよ、これ。しかも。うん、
すごい。これ何年なんでしょう。あ、もう教えたくないでしょ、こういうとこ。教えたくないね。うん、いや、俺また連れてきたくなかったんですよ、本当は。俺は連れてきた。俺は連れてきた。魔法少女ララベルとかね。やばいでしょ、ほら。こんな買えないよ、今。いや、このミッキーマサって、今度これ、入り口に待ったやつだ。入り口だったデザインがもう。うん。ウージーとか、うちらが子供の頃売ってたやつだよ、これ。すごい。日当たりで、これ。あ、これいいね。洋さん好きそうな。これいい。いやこれいい。ほら、あ、エレサイゲームの。あ、P1 ミニのこれ、ケース。これ売ってもらおう。これでもいくらで売ってくるんですかね。ちょっと聞いてみる、これ。これあれじゃん、ポケットクラス、入れる、多分売ってたやつの方なんだな、うん、そうだね。これケース、これちょっと。いいね。で、次はこっち、ある男のものですね。このね、ディズニーのパチンコもすごいよ、これ。よく見たら、これ、これ。でもやばいっすね。ね。うん。で、こっちも、こっちは男の、ね、合体ロボ系のね。ね。チェンジマン。いや、これとかもすごいっすよ。うん。下とかもほら。ソニック UFO。ね。ジャスピオンとかね。これもなんか、LSI でね、ゲームでね。あ、これそうなんだ。うん、宇宙儀みたいな。そうそう、あ、バッテンロボもある。ね。笑っちゃう。あ、ここ俺ゾーンですね。ロボットゾーン。ロボットゾーンですね。あ、おめでたロボット。あ、5200円。おめでた。あれ俺これ持ってたっけかな。やばいっすね、これ。買っちゃいましょうか。お、鉄火マンブレード、鉄火マン。ん？鉄火マン。いや、これ、死ないっすか？ユーゾー。トミー、これトミーですよ。やべえ、おめでたロボット。あれ持ってたっけかな、おめでたロボット。持ってた、持ってたな。おはようスパンク。そうなんですよ。やばいね。そこはなんか、あられちゃんの。あられちゃんとかね。あ、ちょっと新しいあられちゃんかな。あ、でも違うな。違う違う違う、当時のあられちゃんだ。これ当時のあられ。うん。当時の見てこれ。丸かいって、ちょんのああ、絵描き歌みたいな。おかけに縁が出て、植木鉢。これとかもやばい。撮ってねえよ。うん。この辺もやばい、これ。うん、これドラえもん昔のデザインのマークだったね、この映画ね。すごい。ちょっとこれは。ちょっとやばいっすね。あ、ここにもツインマイク。あの、紙スにあったやつ。ウィンク的な感じの。紙スにあったやつ。やばいな。これも、これやばい、これ。これほら。やっと出たマン。いや、マオさん、これ、ポンピングマシーン。ね、あ、ポンピングマシーン。これ。あ、ほんとだ。懐かしいね、これ。すげえ。飾ってありますね。あ、飾ったの？あの、ここにさ、あの、ここにこうつけるやつね、こう。そう。あ、これ、ぴょんぴょんぴょんって、ここで早く、これ買おう。これ買っていこうかな、俺。2000いくら。2000いくらだっけ。うわぁ。これやばい、りょうさん。りょうさん、やばい。竹馬だね、これ。この辺もバッテンの丸の超合金。竹馬も遊んだな、昔。超合金、あ、キョンシー。これ。あ、これ、ひょうきん族のやつ、これいいな。ああ、いいね、それ。うん、これいい。あの、懺悔のやつ、懺悔のやつ。そうそう。これ、量産やばい。これいいな。これそうなんですね。うん、欲しい、これ。いいな。いっちゃう。うわ、あ、これ俺持ってますよ、これ。プリントクラブ。同じやつ持ってる。パンダ先生とかね。パンダ先生。いやー、すごい、これ。本当だ。これ知らなかった。そうそう。これちょっとやばいっすね。うん、やばいでしょ。やばい、ちょっとこっちも上も。うん。C0。ボードゲーム系のこっちはね。こっちボードゲームなのかな、うん、この辺もだってさ、ほら。あの、ジョーさん、あの、ビッグエッグだった頃っすよ、これ。あ、ビッグエッグ。ビッグエッグ。これ俺持ってます。押し入れに入ってます。いやー、すごいね。あと、あの、昔のジグソーパズルの、なんか海の写真みたいな、昔作った。ラッセンの？ラッセンじゃ、海の砂浜を見せます。ラッセン、ラッセンゴリラじゃないの？なんか、色合いが同じでわからん。こういう感じの、なんか、本物の写真のやつ。すごいわ。いや、すげえな、これ。うん。気まぐれゴリラとかもいいよね。ああ、いや、自分買っちゃう。ラッキーコインだよね。自分買わねえよ。こちらね、ミニカーとか。そうなんですよ、ね。この辺はどうですか？ホットビールがありますね。これ下は。やばい。そうですね。これは何ですか？ホットビールなの？これ。これは、あの、マッチボックスじゃねえんだっけなぁ。あ、そうですね、マッチボックス。マッチボックス。これはミニカーの種類。そうですね、海外の。海外のミニカーなんだ。ありますんで。量産的にはやばいのは。あ、この辺なんですよ、これ上の方ですよね。あ、こっち。ランボルギニーカウンタックとかね。昔はね、こういう宝石憧れだよね。
子供の頃ね、こういう宝石ね。これ絵柄がもうエモい。絵柄が、売ってるものが、やばいでしょ。これもね、マンモス見てよ、うん。昔の金持ちの家だって、これ。見てこれ。本当だ。金持ちの家じゃないこれ、リーダー感じ。クリスマスっぽいな、デザインが。ね、うん、昔の金持ちの家。そうね。うん、うちらこういう貧乏だったからね、こんな家庭憧れたよね。うん、これランボルギーニじゃなくて、これカンタック、うん、そうそうそう。本物なの？これは非売品だけど。アラジェちゃんのね、コップ。ピンクレディのね、こういうのがあります。買い占めじゃん、これ。買い占め。てか、もう爆買いっすよ、これ。珍しいね、3人で買うのがね。爆買い。これがね、倉本さんっすよ。ありがとうございました。いや、買いすぎでしょ、これ。ほら、あの、あんまりついてくれない方がいいんじゃないの？いやー、もういいんすよ。いや、あの、場所は。そうそうそう。ゲームセンター。そうそう。ここなんだ。そう。久しぶりに来ましたね、ここね。右方向です。ここから行っちゃいますか。これが一番奥ですね。そうですね、一番奥ですね。前来た感じの逆バージョンの回り方で。スラングルって何？54ストリートだっけ、名前、ここ。あ、そうですね。そうですよね。あれ、やっぱ何店舗かあるんですね。あ、そうなんすか。で、そこの中で多分入れ替えをなんかしてるんだか。ああ、他の店舗と。みたいですね。なるほど、なるほど。ちょっとラインナップが変わったっていうことで、久しぶりにね、来ました。日がいい感じに暮れてきました。いや、暮れてきたね。うん、あの、お月が出てますよ。あ、ほんと、お月様がもう出てますね。早いね。54ストリートさん。こっちの明るいとこじゃないですか、ね。そうそうそう、奥なんですよ。間違っちゃうと大変なことです、ね。これ、初めて来た時に、なんでねえじゃんって俺帰ったことあったのね。それが、ゲームセンターなの？そう、ゲームセンター。で、この手前はお子様が遊ぶ感じのゲームセンター。奥なんですよ。そう、奥、奥。こんな奥にあるんだ、ゲームセンター。あるんですよ、聖地が。しかも体感、眼周の聖地って呼ばれてます。あ、そうなんだ。そうですよ。ここです、こっちでしたね。プレイランド。ほらほらほら。あ、本当だ。目の前にある。お父さんが乗ってもらって。そうだね。ほら。これも私帰ったよ。あ、本当だ。スリルドライブがあって。うん、スリルドライブとかもあって。これですよ。これなかったから。しかも、デコトライベント行った日にこれ乗るっていう。うん、この辺は変わってですね。ハウスオブザデッドがあってね。これあった？これ。これ。そうですよね。これやりたかったんだ。オーシャンで。あ、そうなんだ。これやりたかったんだ。これ欲しかったんだ、この兄弟。あの、一番奥に渋い眼臭があるから、りょうさん。これ。ね、りょうさんね。あの、一番奥に渋いのあるから。あれ、なくなってる。なくなってる。何、渋いの？そう、渋いのあったんですよ。あの、すごい、あの、射的みたいなやつ。あの、コップみたいなの最後割るっていう。そう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 。ああ、ああ、ああ、そう。ああ、なるほど。あれあったけど、なくなってるね。何個だよね。タイムクラッシュですね。結構入れ替わってますね。入れ替わったね。うん。あ、これもなかった。これも見たことないですね。これ何ですか、これスペースガン。あの、これね、足でね、これ踏んで、あの、進んでいくやつなんですね。進むのに足で踏んで、進むのにこれ足で踏んでいくやつ。あ、このバンをね、隠れるんじゃないんですね、うん、隠れるの、こっちね、タイムクラシス。これ隠れるやつ、マコさん隠れるんですよ。そうそうそう、踏み上げこうそう、早いやつ。じゃあ、あの、デコトラやりますか。じゃあ、デコトラ、りょうさんね、やりましょう。りょうさんに、今度はりょうさんに乗ってもらって。そうですね、デコトライベント帰りのデコトラっていうね。じゃあ、りょうさんがね、デコトラ競争曲、そうだね、やります。これはまたね、この面白いんで、ハンドルがね、ちゃんと広いから、ポンポンってなるから、ハンドルがちゃんとでかいです。でかいから、うん、ハンドルで、もうこれ始まってます。あ、始まってます、ね、始まってますね。どういう適性診断、体がいい、硬い。あ、主人公が決まりましたね。主人公が決まりました。選挙区が選べる。選挙区も選べます。こっちからもいいね。音が小さい。音が小さいね。
思ったより選挙区選挙区あ、これハンドルの遊びがすごいハンドルの遊びがすごいハンドルの遊びがプルプルって鳴らせるかなカーブとかプルプルって今落ちてくるんですか。いや、これ難しいこれダンプタイプだね。トラックがトラックがダンプタイプ。時間ないよ、チェックポイント。あ、なんとか35プラス。これなんか全然これ全然いけないいけてないですけど、これ余裕でクリアしたよ。そうなんですか。なんか対向車に当たっちゃってダメだ。こんなにこれこんなだったんだ。この工藤静香みたいなね。いいね。うん。あれ、なんか。お、プラス10秒、15秒。あれ、これ、こういうね、また、タイヤに倒すかいですか。遅くの旅は、一人旅。やばい、1秒、ゼロ。ゲームオーバー？こんな難しかったんだっけか。こんな難しかった時間切れ難しくなってるかもしれないね。ああ、その可能性もあるね。俺余裕でクリアしたんだって。このゴールまで行ったの。ゴールまで行ったよ。うさあ、うん、一発で行ったよ。問題外問題外。ここで終わっていいのかい。いや、これ予算の側いいね。ムカつく超ムカつくこれもうトラック用じゃんでしょ。ムカつく。これトラック用じゃないですか。乗りますよ。これあのツイートしたこうムカつくってなんでよ。スタートはスタート真ん中です。あ、200円なのこれ。200円なんですよ。なんだ100円玉だったよ。言ってくださいよあ、ダメだママさんボケちゃってたよ。カーマえボケちゃってたもう100円ね。ちょっと待ってちょっと今あのムカつくと言いました。ハンドルで選ぶ。え、何これ。自由時間とらわれない、はい。まずは特性診断入ります。クラシックよりも演歌が好きだ。あ、違うところではないですかね。あ、なんか違うキャラがあったよ。はい、多分ほらちょっとあ、ちょっとなんかダンプバージョンじゃない。違うだった。違うだった。ボーちゃんトラバルが今行くぞ。ちょっとこれ BGM があれだよね、小さいよね。そうなんですよ。一応ここで選曲できますね。あ、こっちでできるんだ。はい。これでいこうか。いや、これ久しぶりにトラックのハンドル持ってた。こっちに。うわ、あ、ハンドルが。そう、ハンドル難しいっすよね。結構大変なんだね。そうそう、結構あのやって。うわ、正面衝突。そうなんですよさっきもう倒しまくりましたから、ね、正面衝突。これ正面衝突するとタイムがやっぱ小さくなっちゃう。そうですね、タイム減ってみます。うわ、難しい。ブブって鳴らすよね。あのカーブとかのブブって鳴らして、これ岩無理じゃない？あのなるべくやばいやばいの。どこチェックポイント。行け行け行け。ありましたね。行った行った行った。そうそうこれだって？そうそうこれだってか。そうそうこれやろう。てめえ一人喧嘩売りやがってこれやろう。やばい、時間がチェックポイントそこ。逃げ。あ、よっと。理事長の方は量産超えた。超えたの？超えました。僕さっき踏み切ってダメだったんで。そんな感じしなかったけどね。はい、ブーブー。ほら、避けるじゃん。あ、本当だ、避けるね。避ける。この岩石見てね、一応パトカーだ。おまわりがいた。これカーブ。あ、これは無理だ。もうあそこまで行けない。もう少しだったのに。ダメだ。時間切れ。悔しい。
でもテンプルって鳴らすと避けるでしょ。避けたね。避けるよ。面白いね、やっぱり。これは200円なんですかね。いや、2人で。え、200円なのこれ。200円だよ。ちょっとわかんない。いや、いや、両さん一回200円行ってみて、一人用だ、一人用か、二人用か。これ結構好きなんでね。二人できないのこれ。オーシャンハンター？だから1票すぎて。11時には出たいんだよ。できる？いや、いいし。好きになっちゃうから。2人プレイ。よいしょ。大変だ。ダイバーたちが襲われているぞ。クラーケのいるポイントからは読めねえ。まだダイバー OK 止める。なんかドラクエ2の勇者みたいなゴーグルだ。これなんか前後に動くものなんですね。俺これ遊んだことないわ。ありがとう、助かった。これ知らない。ダイバーこの先の沈没船にいるんだ。やっぱこのね、プロジェクターいいね。あ、これ2人用で。あ、こういうシーンティングだ。一応これシューティングなんだね。そうそうそう。海底の中の。あるのかな。そこ俺もわかんないんだけど。ないんじゃない。リゾートとかないでしょ、だってこれ。大変だな。やばい、襲われそうだ。助けよ。ああ、やばいやばい。ああ。迫力あるね。俺見ちゃったもんだって。かわいそう。俺見ちゃったもん。あれマーボさん。なんでだよ。意味がわかんない。これなんかいかん。もう同時に戻ってますね今日は。戻ってますね。一日中。戻ってますね。これなんだろうこれはね。これがただキックバックするだけなのか。あんまあ、ごはつまで連射可能。ごはつまで連射可能なの。あ、自動的に補充されるんですね。水の中ね。水中1プレイが量産で2プレイが量産。ボスみたいなのがでかいの出てくんだ。これ出てくるんだ。クラーケンね。クラーケン。クラーケンならイカ、イカイカだか、タコだか。これ欲しかったんだこの状態。俺買おうと思ってたんだよこれ。ちっちゃいバージョンだよ。ちっちゃいのあるんだ。ちっちゃいのある。これもっとコンパクト。これはでかいっすよね。これプロジェクターのやつだからさ、モニター壊れちゃったらさ直せねえから。結構遊べるねこれ。遊べる。そうですね、まだ一発しか食らってないですね。でかい、来た、でかいの来た。でかいね。ウツボみたいなやつだ。でっかいやつ。あ、でもこれ中ボスみたいなやつなんだ。中ボスだね。ね。ヘルプミー。あれ。へえ、これ移植されてんのかな。これは移植されてない。え、知らないもん。こんなのあったんだ。まず一発。これライフ回復ないの？多分なんか打てば多分ライフ回復が出てくると思うよ。クラーケンボス。これが、一面のボス。クラーケン。一面のボスですね。こいつはクラーケンか。海のあれなのに懸賞金があるんだね。ね、ワンピースみたいね。うん。でかいタコだ。吸盤がリアルだね。吸盤がね。これ体全体がこうなんか捕まった。あとね、ボスのダメージが半分。もう少し。こういった。おし、クリアしたんじゃない？一面クリアですね。一面クリア。おーし。あ、両太郎得点高い。宝箱みたいな。そう、宝箱があるの。だから、あの丸太とか壊すんじゃない？ああ。
わかんないけど。結構遊べますね。遊べるね。これ2人プレイでやってるから、長くできる、長く遊べるっていうね。弾が5発で自動で補充されるんですね、これね。ワンズ連射が可能。このゲームは知らなかったな。出てくるね。でもこの振動がまたいいよね。気持ちいい。ガタガタ感ね。ガタガタ感。動画でやってるみたいな。動画でやってるみたいだね。工事ね。道路工事。ここは危険だぞ。今のああいう宝箱などやるんだね。こういうと宝箱。おお。音が。でかっ。なんでこれ急にでかくなったの。これびっくりした。これさ、今まで全然なかったんじゃないの。びっくりしたよね。ほら、音出ない。音でけえな。そうだね、スピーカーがおかしいんだ。音がなくなった。音ない方がいい。うるさすぎるよ。でも迫力があるじゃん、これ見てる人うっせえだけだよ。どうぞ。二面のボス、リヴァイアさん。リヴァイアさんっていうとファイナルファンタジー思い出すな。いや、これ買ったそうだな。聞いてない感じが、ね、なんか聞いてないような。パワーの減りが遅いっすね。なんか口なのか目なのか。そこが点数の差が出たっていう。そう、そこが点数だ。これ、あそこか、あそこ狙い。あ、ロウさんやられた。あ、俺終わってた。これ、ね、一人だと大変だな。あ、行った。あ、すげえ、クリアした。リョウさんのみ。いやこれ大変ですね。大変だった。これは十分遊べますね。ありえべき。もうやばいっしょ。もうやばいね。一人だし、ライフ1だし。これさ、でも3面に行ったのにライフ回復しないんだね。いきなりさ、ライフ復活されてるよね。
安倍のボス。一人だとね。まあすごいですね、こんなゲームが。面白かった、うん、やっぱ200円だけあるね。ね、400円だ、2人でこれ貴重だね。この動くのこのキックバックが来るためだけの、ガタ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 ね。これがまたガタガタガタいいね。あの、でもガタ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 っていうのは何なんだろうね。すごい音だよね。ドガタみたいな音。いやー、今向かってるのがね、久しぶりに行くところね。もうちょい行ったら右ですよ、もう。あれ、ここですか、もしかして。あ、これこれ。あ、でも反対側だから入れないね。逆側だと、そこじゃあ信号曲がっちゃって。そうですね、そこ信号曲がって駿河屋さんね、曲がってちょっと裏から入りますか。そう、もうそこ、あ、そこから入るんじゃない。そこからぐるっとそっちに入るんじゃない。そこが切れてるかな。切れてる、切れてる。あ、けどあっちがちょっと車多分いけない感じ。ぐーって回ってね、これですね、駿河屋さん。そうですね。いや、宮瀬駅食いてえな。食いてえな、宮瀬駅。腹減って、分かる。腹減った。俺も宮食いてえなって今一生思ってた。まあでも、ちょっとね、今日はあそこ行きましょうね。ラーメンじゃなくて宮でもいいかななんて今思われそうなんですよ。はい。駿河屋さん。はい、お山手。お山手。うん。今日は帰るんでしょうか。帰るんでしょうか。ね。いいものがあればあればね。ジャンクコーナーがあって。また同じやつじゃない？なんか俺声が変わっちゃったな。笑いすぎて声が声がガラガラ。箱がないんですよ。そうか、これもなんか前箱が欲しいな。3万する。これ同じ絵だな、こないだと。なんかあれ、同じ絵だぞこれ。やったことある。やっちゃったな俺。やっぱりね、俺は買えませんでした。ないんだよね。一応入ったことないんでね、富士書店の小山店。うん。ありませんでした。エロ本しかなかったですね。いい買い物しましたね。いやー、りょうさん買ったね。買いましたね。もう満足ですよ。今日一日満足です。もうね、本当に最高なあれだね、一日だったね。今日は歓喜する。うん、本当歓喜してましたね、ずっとね。三人とも歓喜してたね。うん、なのでキーワードは最後のラストのキーワード。じゃあ、キで。歓喜の。歓喜の。キで。キで。お願いします。お願いします。お願いします。今日の放送はこれで全部終わりました。お休み前にもう一度、火の元戸締まりにお気をつけください。マロチャンネル。